VTuber さんたちは最近本当最近知った人です。かなえさんもこれからのことって考えてるんですか？考えてない。考えてない。なんだろうな。まあ今年は やってると思うよ。少なくとも今年はやってるよ。ずっと活動、 YouTube を、 Twitch とか、あとなんだろうな、楽しいこといっぱいできたらなって思ってるっていうか、あ、なんだろうな、なんだろうな。あ、今年はもうずっといます。まあでも僕もね、もう5年目ですから、もう一生やめないとはもう言わないかもしんないけど、でもそんな暗い予定はないというか、うん、5周年は迎えたいなって思ってます。あとなんだろうな、いやだってさ、そんな未来のことなんてわかんないよ、そんなん。気持ちは変わってくよ、何かをきっかけに。きっとだからその遠い未来、その言えないよ。いつかそういうことを考えたりとか、そういう決断をしなくちゃいけないんだけど、来るかもしんない。一生やめないっていうことは、やめたくなった時も無理をしなくちゃいけないっていうことだなって最近思うから、半年刻みでいいか、とりあえず。とりあえずな。10アニバーサリーだってあるよ。だって可能性は、そりゃ。でも辞める可能性を認めないっていうのは、続ける可能性を捨ててるっていうことでもあると思ってる。ちょっとここは解釈深いか。まあまあまあ、まあやめようと思ってないです。まあ、なんかあるよね、いつもあります。こうライバーさんが誰か卒業されたりとかしたタイミングで、あの、私の推しもって不安になる方とかもいるんでしょうね。よくあります、そのタイミングでね、ありますけど、まあ気持ちはわかるから。うん、まあ、今辞める予定はない。今言えることは現状。辞めるなら1年前に告知してほしい。無理だって、1年は。3日だって。あさって辞めますとかだって。まあ僕は、辞めるのを1ヶ月前に言うのも、だいぶ視聴者とかリスナーファンのことを思ってたと思うけどね。だってさ、その1ヶ月間辞めないでとかさ、こう、悲しんでるのとかをもうずっと見続けるわけじゃん、1ヶ月。それは結構言ってる側もきついんじゃないかなと、そう想像では思う。でその時間が長ければ長いだけ多分って思う、わかんないけどね、ちゃんと考えたことはないけど、そういうの、だいぶだと思うよ。今回1ヶ月さ、毎日最後に行って本人しか分かんないと思うけど、僕はあれはでも本当にファンのことを思ってたなって思ってました。僕は思います。予定表まで出してね。まあ僕はもう正直、やっぱやめるのやめようかなって思ってほしかったのもある。やはりリスナーまでだと思います。